やはり王子は生きていたか。指輪はどうなっている？ルナ・フレーナは逃亡中にて。すぐに見つけ出し殺せ。指輪さえあれば。ひとまず捕らえてみるのがよかろう。六神の力とは人知を超えたもの。その力はカンナギの求めにより王へと与えられると聞く。カンナギは良い研究材料だ。いかがかな、レイブス将軍。どうした、今や帝国軍を率いているのはそなただ。ですが今はどちらの行方も知れぬ状況。軍は引き続き王子とカンナギの行方を捜索してまいります。光よ、我がクリスタル。いよいよ新しいとこに入るね。ようやく砂ぼこりから解放か。リード地方と比べるとこの先はだいぶ広いぞ。そうなんだ、なんか有名なとこある？この先はダスカ地方、湿地帯が有名だな。湿地帯、チョコボが生息する森もある。来た、チョコボ。さらに先に行くとクレイン地方だ。レスタルムの町がある。イリスが避難するって言ってたとこ？ああ、そろそろ着くんじゃねえか。確かメテオで動いてるって町だよな。六神の話な。ああ、熱をうまく動力にしているそうだな。へえ、なんかすごそう。いろいろ面白いもんがありそうだな。長旅の前に給油しておこう。スタンドによるぞ。俺たちもだいぶ外の道になれたな。ノクト、運転したいならいつでも変わるぞ。さあ、チャプター03に入ったところで、あ、電話？はい。もしもし？イリス？ノクト、無事だったんだね。こっちはなんとかレスタルムの町までたどり着いたとこ。私たちここの宿にいるから、近くに来たら一度合流できるといいな。うん、レスタルムな。待ってるね。イリスか。ったく、兄貴にかけねえで。王子の声も聞きたかったんだろう。心配していたはずだ。彼女はレスタルム？一回合流するの？そこの看板見た？チョコボだって見たくない？おいおい、レスタルムは後回しか？まだ先じゃん、ちょっとだけ寄ろうよ。唐突に違う話をぶっ込んでくるプロンプト。じゃあチョコボポスト行くか。よし、見に行くか。のほほ、楽しみ。ちょっと言いそびれたけど、じゃあ今回もファイナルファンタジー15やっていきましょう。チャプター03に入って、いやね、体験版ぶりのダスカ地方だよ。なんかね、草がね増えたらしいよ、草が。いやー、以前はね、体験版の時はここで車がぶっ壊れるっていう始末だったんだけど、え、モーテルがあった場所がダイナーになってる。レストランになってる。あ、でここにもゲームマシンある。こんにちは。クローズネストにようこそ。何か食べてくかい？ちょっと周辺情報を。何について聞きたいんだ？食事は何が？ちょっと選んでくれ。これ以前見たダイナーと同じメニューだ。お、腕に覚えありか。ガルラね。いくつかのサブクエストも時々交えていきたいと思ってたんだけど、
ちょっとだけガルラ受けとくか。よろしくな。それじゃ頼んだぞ。さて、ちょっとマップに一瞬映ってたんだけど、レスタレムってこんな近いんだ。あ、近くもないな。体験版にあったエリアがこのちょうどここだね。ここ最も一番最初にあった FF15 の体験版のエリアはここだけだったから、結構距離あるな。なんかラジオで聞けるかな。新たにレイブス・ノックス・フルーレ氏が将軍に就任しました。将軍は襲撃事件で負った怪我の治療のため一時帝国へ帰国し、治療が終わり次第ルシスに戻り国内の混乱の回復に努めるとしています。最初のムービーに出てたあのレイブス・ノックス・フルーレっていう人はルーナの兄だったはずで、映画にも登場してます。あとあの敵の将軍もね。あとその下にいたのはまあ部下たちだ。多分これから襲ってくるんだろう。ショップも寄ってこう。あ、こっちにモーテルあった。クイントエナジー。いらっしゃいませ。なんかアイテム、ちょっとポーションもうちょっと買っとこう。どうも。修理キットね、持っといたらね、故障車抱えてる人結構ね道中にいるからいたらあげよう。あと楽曲もゲット。 FF3 だ。また来てくださいね。さて、久々のダスカ地方どう変わったかね、冒険したいな。給油しとこう。よし、ガソリンが満タンで、じゃあ今はチョコボにも乗ってみたいっていうし、あとガルラね、ガルラ近いし、道中だから倒していくか。よし、車乗ってこう。マニュアルドライブできるっていうなら行くぞ。なんかボロボロだな。よし、行くか。あれ、こんなボロボロだったっけ。近々メンテナンスしないとな、これ。さあ、向こうだね。マニュアルドライブにはなったけど、やっぱり道路外には飛び出すことはできない。安全運転設定。ああ、ダスカ地方本当に草笛だな。あそこにいるのはなんだっけな、名前忘れたけど、あの すごい強いやつ。じゃあちょっとこの辺で。ここで降りるぞ。ガルラが見えてる。気分転換にはなるな。さあ、ガルラ倒していこう。で、この武器バイオブラスト使わないから外しとこっか。こういう武器ってプロンプトが装備できそうなんだけど、まあいっか。よし。あ、なんか緑のガルラもいる。おい、ノクト、上だ。待って、上ってことは、おい、後ろに敵がいるぞ。上？あ、いたいたいた。帝国軍、まずガルラ倒しちゃおう。みんなターゲット発見。ファントムソード、倒れた。これで決めよう。危ない。さあ、緑ガルラも来てる。ハリー、グリーンガルラ、ハリー、体力は減るけどファントムソードで。マップシフト、ほら、あ、違う違う違う。ガード、ハリー、待
まずこのガルラ倒しちゃおう。オッケー、よし、グラディオ。もうイグニス料理の話してるし、ガルラはねステーキにできたはずなんだよ。よし、あと2体、結構時間がかかってる。グラディオ、OK。 さあ、あとお肉1体。ファントムソードで、おーのよし、届けるだけだね。急いで持って行ってやろう。届けるのはまた今度にしよう。さあレシピ、またイグニスがひらめた。起きた上見て、ニフル軍だよ。サンキュー。ニフル軍がやってきた。戦闘するか。なんかカクカクしてるけどなんかカクカクしてるが、行っちゃった。あ、消えた。なんかね、時々カクカクしてるんだよな、あれ。そういえば、イリスっていう人から電話が来てたけど、確かその人は、なんだっけな、この一行たちの昔ながらの幼なじみで、だけど、グラディオの妹だっていうのは知らなかった。多分そうだよね。あ、降りてきた。チョコボ乗りてー。ああ。今、普通に流したね。戦っちゃうか戦っちゃおう。ああ、油断禁物ってね。さあ、なかなか先に行けないけど戦っちゃう。かわして、危ない。俺一人でもやれそうじゃない。行くぞ。銃をぶっ放してくるからね、ガードしてるとかわしてばっかりになっちゃうんだ。おっと、ダウンしてる。ポーション、ちょっと一旦グラディオにポーションで。なんかここの帝国軍強いな。グラディオもダウンしてる。悪いな。グラディオお願い。グラディオ、まずい。一人ずつ減らさないと。でプロンプトが完全にダウン。あと少し、倒したか。危なかったな。しんど。無事で何よりだ。ここで出てくる帝国軍強いな。舐めてかかったら危ないな。あんま寄り道ばっかしてないで。てかチョコボ乗りも寄り道だけど、チョコボじゃあ会いに行くか。行こうか。さてと、1キロの間にまた購入した楽曲でも何か聴いてみるか。これ13ちょっと増えた楽曲、線香とかもあるしね。あ、でも到着。ここね、体験版の時はチョコボいたんだけど、
乗れない仕様だったから乗りたいと思ってたんだけど。さて、来た来た。相当弾けてんな。そんなにチョコボが好きだったのか。ちょっと泥だらけで体力も減ってるから一旦止まろう。経験値の還元をしよう。あんまり経験値は入ってなかった。その代わりにアビリティコール AP 溜まってるから、この辺も自分でね適当にアンロックしてってんだけど、どうしようかな。この辺もうちょっと貯めとくか。なんか落ちてる。すみません、チョコボ乗りたいんですけど。チョコボに？すまんが今は出せなくてな。今この辺りにベヒーモス、通称スモークアイが出没しているせいだ。チョコボたちも怖がっとるしな。万が一が起きないように貸し出しは止めてる。君たちは最近評判のハンターだね。どうだろう、引き受けてはくれないかな。出たスモークアイ。もちろん報酬は弾むよ。無理にとは言わないが、ぜひ検討しておくれ。スモークアイね、体験版の時恐ろしく強かったけど、倒してこいと。倒してくるか。じゃあ、あ、太陽が綺麗。今日は何の用だい。モブハント。心配したとこだ。あれ、無事でよかった。あ、こっちでも OK なんだ。これクリア報告。飯でも食べていくか。チョコボたちも怖がっとるんだ。これか。これだよね。確認しよう。また顔を見せてくれ。情報も聞いて。飯なんか、何にする？飯なんか食ってこう。チップスもある。よし、これ食べよう。わかった、楽しみにしといてくれ。チョコボクラブサンド。イグニスがパクりそう。パクらない。また顔を見せてくれ。スモークアイか。いらっしゃい。アイテム、あ、いろいろ売ってるな。この辺また買いだめておこう。はい、どうぞ。結構するな。でも肉、イグニスの調理はかどらせるためにいろいろ買い揃えてやって。 FF10 ミュージックあった、購入。これなんだこれ。サボテンだ。どうも、また来てくださいね。そうか。どうしたの？新しいレシピを思いついたぞ。へえ、楽しみだな。床が映ってた。あ、さあイグニスもひらめいたことで、さあじゃあスモークアイ退治か。ノクト、これ見てよ。どうした？どうした？フェニックスの方だ。よし、退治だな。スモークアイの住処はね、大体もうどの辺か覚えてるんだけど。そろそろ行くか。ブラント、行こうぜ。今行く。近くまで行こう。ノクト、早くレストルームに行かなくていいのか。俺の妹はあまり待たせるなよ。ごめん。いや、元はといえばこれプロンプトがこれ入り口どこだっけ。なんだ、様子がおかしい。行くぞ。やっぱりいる、スモークアイ。
アイテムはない。この辺だけね、妙にね、薄気味悪いのも変わってないや。おっと、吸気。暴れるか。初めて見る。いいな。付き合うぞ。あっと危ない。あ、毒持ってんのか。おい、俺を殺す気か。すまない。され。なんだろう、東鉄の進化版か。フロントが毒に侵された。最後だ。ノクト。はいよ。完璧だ。素晴らしい。よ。全員無事だな。プロンプト。プロンプト。待って、毒消しか。あ、持ってる。よ。吸気か。右もある。これ多分スモークアイの角でしょう。お、吸気度も落ちてる。こっちは、あ、ベヒーモスの角。あと 50m。 あったあった。これノクト。同じシーンあった。エピソード出すかにいる。待て。固めない。あの奴がすごいな。ジュラシックパークみたいだよ。行くぞ。出てきた。プロンプトたちもちゃんと来てた。アイテムが落ちてる。まだここでモンスターが出てきたはずなんだけど。角と一緒に右目もやられてんだな。死角をつければ勝機はある。追いかけよう。もう吸気出てこない。
100m。 こんなに奥深かったっけな、隅か。気をつけた方がいい。あった、これだ。そうだ、隠れながら行くんだ。いたぞ。仕掛けるか。いや、奴は住処に向かっているはずだ。そっと後をつけて場所を特定しよう。了解。そっとな。そうだ、これまず尾行して住処を特定するんだった。覚えてる。隠れながらね。途中ではぐれないように。おっと、霧がすごいからね。ここも固めだけだから、こっちのこと全然分かってないんだ。尻尾を頼りについていってるけど。お、行った行った。よし、住みかを特定。ここの先を行ったらね、多少霧が晴れるはずなんだけど。あ、仲間がいる。お疲れさん。さあ、霧は晴れないな。エレメントがある。いざとなったらもう魔法連発でいいんじゃないかな、スモークアイは。いや、でもどうなんだろう。この時点で倒せないはずなんだよな。倒せんのかな。魔法使うか迷うな。このどれだっけな、これがあるんだよ。これ、これどうしようかな。使おうかな。使ってみるか。仲間も行っちゃったし。わあ、いるもん上に。あ、ドラム缶。ファイヤー、ファイヤーだと。ちょっと待って、ブリザードしかないんだよな。いや、でもこれもったいないな。なるほど、爆破してくれと言わんばかりに。なんて大きさだ。暗い。お、聞くぞこれ。もう一発。あ、チャージ中だ。危ない。懐かしい。あ、食らわないな。入ってて、魔法を。仲間が近いと魔法、仲間も食らっちゃうんだけど。ドラム缶の位置でこれだ。よし、半分は削った。アップシフト、体力貯めてファントムソードだ。バリー、あー、できなかった。強い敵はね、ちょっとタイミングがシビアだ。おお、すごい、9999。よし、魔法の出番だ。痛い。魔法、あ、仲間もにもヒット。
旦逃げて、あと少しだ、倒せるよ。シクラリオ行け。ほら、よし、もう少し。よし、倒した。やっぱり俺強えわ。喉元すぎればか。正直ギリギリだったよね。体験版めちゃくちゃ強かったけど、結構魔法も使えばすぐ倒せた。よし、じゃあ報告戻るか。チョコボ乗りてー。ああ今普通に流したね。ああスライディングした。出てきた。さて戻ろう。この人ね、イドラ・エルダー・キャプト、帝国軍のまあリーダー、皇帝。30年前の戦争を契機に方針が変わり、力に執着するようになった。よし、これでチョコボに乗れるぞ。よかったプロンプト。チョコボいるもん。君たちが退治してくれたんだろう。わかるよ。みんなを代表してお礼を言わせてくれ。本当にありがとう。じゃあチョコボは？もちろん君たちにならいつでも貸し出すよ。よし、モブハントコンプリート。お兄さん方強いんだな。やったー、早速乗ってみようよノクト。経験値が美味しい。チョコボレンタルが解放されました。これでじゃあ各地でチョコボに乗れる。それじゃあ時間がいいところ来てるので乗るのは次回にしようか。じゃあ今回ここまでにして、エルサレム。ちょっと今寄り道タイムしてるけど、あんまり頻繁に寄り道タイムは取らないように。あ、違う、エルサレムじゃない、レスタルム。レスタルムが今メインクエストだけど、チョコボ乗ったりして、まあ、いい加減したら向かおう。レスタルムね。オッケー。じゃあ今回はこんなところで。はい、ご視聴ありがとうございました。